食料を不足が生じた1947年冬、壊滅的食糧事情に抗議する群衆。プラカードには、石炭をよこせ、パンをよこせとあるドイツとオーストリアに対する大統領、経済施設団は、アメリカ合衆国大統領ハリー・エストルーマンによって、委任された、元大統領ハーバート・フーバーを、団長とする経済施設団である。第一次世界大戦終結後のドイツに関する、 フーバーの過去の経験に基づき、ハリー・エストルーマン大統領は1947年1月に、フーバーを選任して、欧州に派遣し、ドイツとオーストリアに焦点を当てて、非占領国の食糧事情を確認した。フーバーは、国家元水ヘルマンゲーリングの使用していた列車に乗って、後に西ドイツとなる地域を外遊し、米国の占領方針を鋭く批判するいくつかの、 報告書を作成した。ドイツ経済は過去100年間で最低の水準にまで沈退した。フーバーは報告書の中で中央への無期限援助という重にから米国の納税者を解放する方策が他になければ経済的占領方針を転換すべきだと提案した。ハーバート・フーバーが1947年3月に提出した。 米国の納税者を援助の重荷から解放するために、ドイツの輸出を促進し、欧州の経済復興を成し遂げるに必要な諸措置と、題する経済報告は、特に一家の文章を通じて、猛減層プランの実施終了に影響したと言われてきた。統合後の新生ドイツは、田園国家とカスであろうとの幻想がある。我々が2500万人の国民を殲滅、または移住させて、 ドイツから排除しない限り、そのようなことはありえない。ルシアスクレー将軍は、ドイツ経済が欧州復興に不可欠との見解を持っており、占領指令、JCS1067 の抜け穴を利用して、米国占領地域における非工業化政策を、他の米国人論者が求める非工業化政策よりも恩転なものに変えようとした。フーバーの結論は、 外交問題評議会やクレー将軍のそれと類似するものであった。フーバーは以下のように述べている。欧州の全体的経済は原料と製品との交換を通じてドイツ経済と結びついている。欧州の生産性はその生産性に貢献するドイツの復興をなくしては回復し得ない。ドイツが欧州復興の原動力足らねばならないというフーバー報告の調査結果は クレイ将軍と陸軍将の指示を得たが、国務省はこれに抵抗し、新聞に寄稿して報告書を激しく攻撃した。国務省の立場は、ドイツの周辺諸国における経済上、安全保障上の必要条件に優先順位が与えられねばならないというものであった。トルーマン大統領の補佐官ジョン・アール・スティールマンは、ドイツという巨人を復活させることへの懸念を表明した。 エドウィン・ W ・ポーリーは報告書に対する強い嫌悪感を表明した。ポーリーはフーバーの勧告に従えば、米国の政策に大逆転が起こるとして、将来のドイツの欧州支配について警告した。フーバーの報告書は、激しい論争を弱気したが、新たな方針の必要性を、米国首脳に対して明白に示した。現行政策に比べれば、 大抵の行動は改善となるであろう。約18ヶ月前、もう一人のフーバーが同様の報告書を作成し、やはり同様の反対にあっている。1945年10月中旬、在読合衆国軍政党局は15ページの報告書を連合国管理委員会に提出した。報告書は、ポツダム会談政策の甘い解釈を含み、 部分的経済再建を主張するものであった。エドウィン・ w ポーリーはドイツの鉄鋼生産能力規制を一部緩和するとの提案を非常識と断じた。ドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍はこの報告が非公式であることを指摘し、同報告の批判者は同報告を政策として認めたことになるとの批判を始めた。アイゼンハワーは報道機関に対し自らの立場について 次のように述べた。ドイツには知ってほしい。これは戦争開始を意味するのだと。当時の米国民は確信を抱いていた。すなわち、ポツダムでの決定は一部工場を除いてドイツを完全に減塩化することだというものであった。ポツダムの政策をより甘く解釈し、ドイツ経済を部分的に再建するというカルバン・フーバー教授の提案へ鋭い批判を加え、 その偽りを暴いたことに、米国民は安堵した。ありがとうございます。